郎くんさんからのお便りです。大好きな人の隣の席にいるのに話が噛み合いません。どうすればいいですか？別にいいんじゃないですかね。だって近くって遠いすぐ隣、二人はティーパークな奥島の家、甘くて酸っぱくてはじけたり、それなんてティーパークな贈り物、家近くって遠いすぐ隣、二人はティーパークな奥島の家、私と君の人となり、二人はティーパークな。君は今日も一人きりでマイペース希望なんで、窓の外なく大抵